行こうぜ、たけし。茶髪じゃん。こっち女だぞ。そっちの方がおかしいわ。うん、よし。ここを、例えば丸とかつけて、もう一回やると、結果は50です。できるらしいんだよ。で、今度減らしてやると、その答えは1です。わかった。見た。なんで見てないんだよ。今。何してたの？そこだよ、お前。多分。何かでミスった時の敗因。サフなくしたり。そうそうそう。ぼーっとしてたよ、あの時も。あの時もそうでしょ？うん。レベル上げしないと。一回さ、たけし、たけしじゃないな。たけし軍団みたいな。こいつ倒そう。これ結構、たけし戦楽しみだったな。キャンプボーイ、来たぞ。牧野池！乱数ジェネレーター、牧野池が出ちゃったよ。桁繰り頼むわ。結果は3です。3、比較。やべえ！丸くなる使われると相手の防御力上がるから。はい。結果は0です。結果は0です。うわ、マジか。おい、めんどー。3回もゼロが出てるってことはさ、うん、単純計算で300回は聞いてるわけじゃん。絶対おかしいもんね。でさ、この次やりたいやりたいやりたい、ちゃんとしないと。えっ、あれピンクのさ、ゲーム実況と関係ないところでさ、ちょっと一回止めろ。頑張ります。何の話？あなたなら大丈夫です。信じていますよ。結果は96です。よし、いいじゃん。桁繰り、どんだけ桁繰りまで長かったんだよ。あ、効果抜群、最高だ。牧野、今回活躍するぞ。いけ。結果は32です。32。よし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 、順調順調。桁繰りが出ないと勝てない。あ、やばい。結果は4です。4。わあ、比較も外れみたいなもんだ今。で、3分の1。あ、やばい。あ、死んだ。負けな。全然じゃん、負けな。お願いします。結果は4です。佐々木。おい、一番ないとこ行ったよ。どうじゃん。はい。答えは39です。頼むぞ。いけ、少しでも向こうにダメージ。あ、でも佐々木いい仕事してる。あ。おっとじゃん。答えは76です。ふざけてるもんって。砂掛けしてる場合じゃないだろ。その答えは86。やべだ、もう下がんない。もう下がんない。ティッシュ一回も攻撃してないわ。終わったわ。一回で攻撃してる。あ、そっか。してないみたいな攻撃してる。ほぼ効いてないですな。え、もうサブしかいない。サブすごいな、活躍率。その答えは5です。いいよいいよ。そんな気なの？微妙。あ、当たんない。いいよ、ティッシーのね、あるで。結果は6です。いや、これで削っていくしかない、もう。いいね。喧嘩は73です。あ、いいじゃん。おー、いいじゃん。どれ、キノコ効くんかな。おお、これは嬉しい。大丈夫か。大丈夫か。90です。おっし、キノコ、よしよしよし。あともう1体いますよ。サブ、いや、みんな不甲斐ないって。サブでも必死の方が人気だ、サブより。確かにな。サンドだ。答えは35です。おーい、すごい。かい、攻撃力下げたね。やばい。結果は29です。まあ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 、どんぐらい。全然やばい。キノコじゃないと勝てない。キノコ出すわ。うん。41です。いや、41じゃん。乱数ジェネレーター、よく聞こえませんでした。そんないい声で言って。答えは80です。よーし、いくだろう。いいぞいいぞ。これも結果は24です。24。まあまあ、やばいやばい。ちょっと火の粉呼ぶわ。こ、乱数ジェネレーター。結果は70。よーし、肉声の方がいいの出るかもしれない。やべ、よし。ダメな時もあるじゃん、70が。願いが通じるのかな。よし、サブいいぞ。いいね、いけたよ。で、ちょっと行こうぜ、たけし。
茶髪じゃん。こっち女だぞ。そっちなんかおかしいわ。うん、よし。来た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 。ダンスジェネレーター。よしよし、いい、あ、体当たり、耐えろ耐えろ、よしよし、結果は80、よしあるぞ、よし、あと1回、あと1回、もう1回来い、ケダグリ、次来ないと負ける、結果は9です。9かい、よい、90じゃないんかい、全然いけない、あ、やばい、お願いします。答えは6です。お、いやいやいや、よし、あ、ぜ、あ、全然か、やばいやばい、あ、大丈夫、防御力高いな。答えは96です。よし、風起こし初、どうなんだろう、風起こし、ビビたるものじゃん。おい、マジでお前、あ、やばい、耐えろ、めっちゃやばい、体当たりしろ、答えは11です。倒せー倒せー、多分無理だよ、おい、外れてんじゃないかよ、なんで、いや、あおー答えは69です。あ、いいよいいよ、倒したんじゃない、これでこいつ倒すの、この次がやべえんだよ、いや、サブもレベル上がってるから勝てるのかな、メタルクロー覚えた、これが出れば、めっちゃ効く。しかも、可能性がすぐ上がった。上がった。14レベルじゃん。頼むよ。これ75から。よーし、あ、やばい。じゃあ、トミー学校行け。チャンスだよね。はい。いや、すすれ命令もしないってなんだよ。セーブもできないし。はい、ということで、うん、場所が変わりつつ、うん、そうね、レベル上がりしていきたい、場所とか気にしてらんないわけだから、内職と一緒でな、うん、どん、いや、意味ない時間帯、はい、結果はゼロです。おい、勘弁してくれよ、ここでなんでゼロ出てんだよ、意味のない時間じゃないか、これ持ち歩くやつ何なんだ、このこのルール何、あの肩凝るな、このルール何、ちなみにな、ちなみに次やっといていい、いや、だからちょっと乱数ジェネレーター、うるせえな、うるせえな、今ちょっと乱数ジェネレーター、97です。あ、ケタグリだ、いや、ケタグリだじゃない、ケタグリ決まりました、ちょっとここ今うるさくしちゃいけない場所だから、そういえばちょっと勘弁しない、あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、やばい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 、聞き取れませんでした、やばいっつってんだよ、あー、痛い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 、はい、お前に聞いたわ、それ85です、ケタグリじゃないか、ケタグリじゃないか、こっち操作しそうになったわ。何分シリやったことか、ちょっと緊張するな、サブいけ、サブちょっと頼むわ、トミー、結果は6です。よし、比較比較、急所に当たって、それやばい、オッケー、結果は52です。ん、火の粉か、うん、あ、なんか攻撃率が高い、いいね、いいね、今メタルクロー出したら、メタルクローが効果抜群だから、頼む、答えは73です。よっしゃー、あ、火の粉だ、惜しいな、いや、でも火の粉でも、あ、これ勝てるんじゃん、ちょっとありえるよ、言い訳の攻撃が、よし、よし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 、頼むぞ、よし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 、あと一発、あと一発、防御力上げててこんだけ食らわせれてるってすごいからね、ひっかくでもいいぐらいだもんね、うん、その答
10です。よしよし倒した。よしよしよし、これはでかい。これいけるぞ。いや、出すわ。結果は2です。大変だ。やばい、いや、やばい、どんどんやばくなってきてる。これひっくり返されたら負ける。結果は11です。やばい、お前どんだけ低くんだよ。ああ、そうだね、気持ち乗せよ。乱数ジェネレーター。結果は80です。よし、おお、意味な、今のメタルクロー。よし、倒した。はーい、いよいよで、でサブがこのまま戦って、サブがどこまでいけるかだね。もうそうで、ここからだ、誰だっけあいつ、牧野、牧野のケタグリ、ケタグリで倒せるんじゃないかっていう。はい、メタルクロー出てほしいな。結果は33です。鳴き声じゃん。あ、やばい、岩石じゃん。やばい、効果抜群なんだ。やって意味な、と対等で、わ、やばいよ。さっきいていないようなもんだからな。そうだな。結果は65です。意味な、やべえ、これ効果抜群だ。これ意味ねえじゃん、俺らやってること。負けはねえって。98です。あ、もう牧野だ。え、ちょっとこ、ちょ、カントの声乗せよ。よし、乱数ジェネレーター、その答えは90。よし、なんだっけ、ケタグリ、やった。やばい、これもう一発勝てる、勝てるぞ。出せ出せ出せ。乱数ジェネレーター、答えは98です。よっしゃー、すげえ引き。素晴らしい、やったー、最高だ。素晴らしい、牧野すっげえ仕事した。完璧だ、牧野はレベル空手チョップ覚えた。しかも11に上がって空手チョップ覚えたから4個攻撃ある。佐々木も残ってるし、佐々木は別にもう上げる気もないわ。レベルグレーバッジをもらった。確かにな。うん、じゃあレポート書きますか。うん、じゃあちょっとさすがにいいだろう、もう。多分本当にもう、もう答えは82です。おい、もう